統治時,時代の台湾において設置された台湾、原住民児童に対する初等教育機関であり、万人工学校と類似した性格を有すが、シゲルド教育所は、教師はすべて日本人警察官が兼務した点に特色がある。1895年、日本による台湾統治が開始されると、台湾総督府は、一般の台湾人とは別に原住民に対し独自の、 教育を実施することを決定した。1902年、総督府は台湾南部の原住民部落に警察管理派出所を設置し、原住民部落の治安維持や一般行政事務を担当したほか、原住民児童に対し日本語と礼儀作法、簡単な衛生保険業務を実施した。教育に関してはその規模も、また学生も規則がなく、担当者の判断により実施される極めて簡便な、 内容であった。この状況した台湾総督府刑務局は原住民教育は堀で南北に区分し、北部では総督府職三部が学校を設置し、警察官による教育を実施し、南部では民情を考慮し、比較的発展している地域では万人工学校を設置すべきとの提言が出された。これにより職三部の経費負担、警察官による教育を行う学校が設立され、 シゲルド道教育所と称された。1904年、総督府は、シゲルツトム管理駐在所のシゲルド道教育標準、シゲルド道教育公用、シゲルド道教育費標準等を制定し、これにより、シゲルド道教育所が設立された。最初の設立は11月4日に、かよしやさとやまたつくに部落に設立された、たつくにシゲルド道教育所である。1908年に、 シゲル道教育標準、シゲル道教育公用、シゲル道教育非新標準等条件が制定されると台湾全土にシゲル道教育所が設置されるようになった。1928年、シゲル道教育所地教育標準が交付されると、教育所の修学年限は4年と定められ、科目は修身、国語、図画、昇華、体操及び実家と定められ、教育目的も 特育を施し、日本国民としての性格を寛容し、日本語を学習し善良なる風習を育むものと、明文化された。1936年、総督府は、台湾原住民の故障を、万人から高砂五族に変更したことで、シゲル道教育所は教育所と改名された。そして1945年に、中華民国政府により、高学校や小学校と共に、 国民学校に統合されるまで存続した。1943年に義務教育化されたが、選挙区が厳しくなる中、ロ務ム動員、防空演習、空襲そして疎開に追われる教育現場では、通常の学校運営が不可能となった。ありがとうございます。